社会文教常任委員長の小沢昭一です当委員会では付託された議案5件について審査を行いましたその中の主な内容につきましてご報告いたします議案第4号塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例は個人番号カードいわゆるマイナンバーカードの発行手数料の徴収主体が市町村から地方公共団体 情報システム機構に移行することによる条例改正ですなお、紛失等によって窓口で市民の支払う再発行の手数料などに変更はございません議案第5号、塩尻市福祉医療費寄付金条例の一部を改正する条例は医療機関の窓口で中学生まではレセプト分500円のみを支払うという現物支給方式を対象から除外されていた 柔道・制服施術・療養費も対象にするということもう一つは保険医療機関などで非保険者の資格確認にマイナンバーカードの電子資格確認が可能になったことにことなどによる条例の改正です議案第六号教育委員会委員の任命については教育委員の任期満了に伴う新たな委員の任命に関するものです 島崎恵子さんが6月30日をもって退任されることにより、新たに徳武愛子さんを任命することについて議会の同意を求めるものです。議案第10号は大門保育園大規模改修工事請負契約の締結に関するものです。住宅地の住宅地に位置する保育園であり、工事の関係車両の問題や保育時間中の工事もあるので。 工程について詳細な質疑を行いました議案第14号は奈良川地区の義務教育学校整備工事に係る請負契約の締結についてです、えー、義務教育学校というのはあまり馴染みのない名称ですが単に小中一貫校というのではなく小中学校に相当する9年間を一体のものとして教育課程を組むことのできる新たな制度です学習指導要領による規制も緩和されるので 少人数であること奈良川地区の特性などを生かして特色ある教育を進められることが地域の方からも期待されています改修工事は写真にあるように昨年度末に行われた2階建ての渡り廊下の撤去その中庭に職員室図書室多目的スペースが入る2階建ての校舎を増築することなどです総額3億4千万円となります 差し迫っての提案になったのは国庫負担金の内地がないと契約できないためという説明がありました学校内での改修工事は制約が多く後期の確保が心配されていましたが内地がギリギリ6月議会市議会に間に合ったとのことでしたちなみに条例改正などの手続きを経て来年令和4年4月に開校する予定となっています いずれの議案も慎重審査の結果、原案の通り可決あるいは同意するすべきものと決しました。社会上任社会文教常任委員会の報告は以上です。